スマートデジタルタコメーターの紹介。高分解能、高速レスポンス設定の例を紹介します。高速、高分解能設定では、レーシング時における追従性に優れているため、瞬間におけるエンジン回転数を高精度で素早く表示することができます。でも、目がついていかないけどね。ローレスポンス設定。同じように回転数が上昇する場面でも、数字が長い間表示されるので、視認性が良く、読み取りやすくなります。さらに、こんな機能も追加しました。表示分解能を10段階で設定できます。例えば、100刻みで表示すると、こんな感じになります。設定中です。設定中です。アクセルを吹かしてみます。これらの機能を組み合わせて設定できるので、自分だけのインジケータが完成します。おしまい。